この席時代、結婚、みすゞの結婚。大正14年1925年末頃、正助のみすゞに対する恋心に気づいた周りの人たちは、正助には内密にみすゞの結婚相手を探し始めた。これは正助の気持ちをみすゞから遠ざけようとするためだけでなく、若い正助が家業を継ぐまで店を任せるための人探しでもあった。選ばれたのは上山文英堂の番頭候補の人だった。この話は翌年1月、正助に伝えられた。正助はその結婚に反対だった。すぐに仙崎戻っていた美鈴に建白書と題する手紙を出している。何度かの手紙のやり取りの後、仙崎に来ないかという美鈴の手紙が届いた。2月1日、正助は仙崎に出かけた。そして翌日、2人だけで話をした。結婚をするなという正助の言葉に、もう決めたことだから仕方がないのと美鈴は答えた。この時のことを涙の談判だったと正助は後に語っている。美鈴は叔父松蔵の決めた結婚を受け入れることが、正助にとって、また松蔵と再婚した母にとっても一番いいことだと思ったのだろう。もちろん自分自身にも。この時、正助は長い間心にかかっていた一つのことを尋ねた。てるちゃんと僕は兄弟ではないのかと。一瞬みすゞは正助の顔を見つめ、それから静かにうなずいたという。みすゞはその後、正助に自筆の童謡集、美しい町と空のお母様を預けている。この2冊の作品に極めて率直で、また的確な短評を加えた2月14日付の正助の手紙がある。手紙は、詩人みすゞ女子よと締めくくられている。文学上の同志としてみすゞを応援していこうと決意した正助の、それは精一杯の言葉だったのだろう。大正15年2月17日、結婚式は上山文英堂で行われた。みんなを好きに、私は好きになりたいな。何でもかんでもみんな、ネギもトマトもお魚も残らず好きになりたいな。うちのおかずはみんな母様がお作りなったもの。私は好きになりたいな。誰でも彼でもみんな、お医者さんでもカラスでも残らず好きになりたいな。世界のものはみんな神様がお作りなったもの。土と草。母さん知らぬ草の子を、何千万の草の子を、土は一人で育てます。草が青々茂ったら土は隠れてしまうのに。バラ、それはきれいなバラ色で、消し粒よりか小さくて、こぼれて上に落ちたとき、
パッと花火がはじけるように大きな花が開くのよ。もしも涙がこぼれるようにこんな笑いがこぼれたら、どんなにどんなに綺麗でしょう。紋付き、静かな秋の暮れ方が綺麗な紋付き着てました。白い御紋はお月様、愛をぼかした水色の裾の模様は紺の山。海はキラキラ銀マナゴ、紺のお山にチラチラと散った明かりは縫いでしょう。どこへお嫁に行くのやら、静かな秋の暮れ方が綺麗な紋付きしてました。